何か解雇からの心理的な、でもない、心理的なやつは朝取神社のあれで。皆さんこんにちは。今日は2月24日木曜日です。今日は開封動画をいくつか荷物貯めましたので一緒にご覧ください。多分焼き物以外にもあると思います。なんだこれ。あ、釣りのこれね、全然骨董の動画じゃない。ジャンルが変わります。これはベルトで竿に、あ、まあ、こんな感じだね。こうやって竿につけて、でここに糸を通して、魚が来たら糸がピッて出る、動くもんで、それでアラームが鳴ったりピカピカ光ったりするやつっていうね、全然関係ない。次、このサイズの段ボール珍しい、あんま見たことないな。今60以下のサイズはあるんかな。そんな、ん、何やったこれ、何やろ、茶碗、買って忘れてます。ちゃんとした木箱に入ってるね。めちゃくちゃ重たいんですけど、何これ、茶タップかな。重たい茶タップやね。これ茶卓。え、嘘。刀の、つば型の茶卓。すごいね、面白いね。外人の人で喜ぶ人がいるから。すごいね。こんなにあるの。え、5個以上あるね。おお、いくつよ。ん？ 8 枚。8枚。珍しいね。多分10枚組で。はあ、はあ、はあ。2枚抜けて8枚になっちゃった。そうか、この大きさの茶卓いいね。鉄製、重いね。へえ、多分ある程度、ある程度の金額やったと思うけど、調べんとわからん。仕入れた金額は、いや、これ元の箱なのか、あ、2箱を1箱にしたのか。多分このこの高さやったら5枚組やで。あ、そうやね。じゃあ次、これ何やろ。また お菓子の箱かなって。あ、なんだこれ、もう捨てるのが、これ何で捨てるの、スチールリサイクルで捨てれる、これ缶とか瓶かな。何やったこれ、